中国で注文するときに店員さん小姐小姐你才是小姐中国で小姐の呼び方絶対ダメです小姐の意味は最近は変わりましたスナックの働いてるお姉さんの小姐の意味が表します So we cannot call the 小姐 to the people working at the restaurant So what do we call it? 服务员服务员服务员点餐那もう一つ言い方あります女性は美人美人美女点餐美女男性だったらイケメンです帅哥帅哥帅哥点餐美女点餐服务员点餐 So you get it?